はい、どうも、こんにちは、キトです。事件数は第82回目ということで、今回から、新しい話として、ベクトルの話に移っていきたいと思います。まずは、ベクトルにおける平面の、まあ、普通の話をしていきたいと思います。で、まあ、内容としては、まあ、これらに関して、ここから順番に扱っていくわけなんですけれども、まあ、今回はベクトルの1本目ということで、じゃあ、まず、ベクトルとは何なのかというような話を、していきたいと思います。で、これっていうのは、まあ、厳密な話ではなくて、まあ、イメージなんですけれども、ベクトルとはどういうものなのかというと、まあ、移動量っていうものを表すものだというふうに、まあ、思ってくれればいいのかなというふうに思います。で、まあ、僕はこういうふうによく表現するんですけれども、まあ、UFO キャッチャーっていうのがあると思うんですけれども、UFO キャッチャーの、まあ、ボタンのことが、まあ、ベクトルみたいなものだというふうに思っております。で、あんまりピンとこないと思うんですけれども、まあ、どういうことなのかというと、これ今から UFO キャッチャーを真上から見たものだと思ってください。で、UFO キャッチャーって、まあ、右のボタンと、上のボタンっていうのがあるのかと思うんですけれども、右のボタンを、まあ、ここからスタートして、ここにある何かものを取りたいよと。右のボタンをこんだけ押して、さらにここからここに行けば、ここにあるものが取れますよと。で、例えば1秒押すとこんだけ移動して、これがだいたい右のボタン3秒分ですよと。で、上のボタンこれが2秒分ですよと。じゃあ右に3秒、左に2秒押せばここに行くことができるよね、みたいな感じで、結局このボタンに当たるものが、まあ、ベクトルだよ、みたいな、こんなイメージだと思ってくれればいいのかと思います。で、結構このイメージっていうものは、実際普通のこの後のベクトルの話においても結構つながる話がありますので、大体こんなようなイメージを持っておくといいのかなと思います。で、もうちょっとちゃんと話を、していきたいと思うんですけれども、ベクトルの表記っていうのは、こんな感じで書いてあげます。例えば A、B の上に矢印を書いてあげて、こんな感じで、表記してあげるんですけれども、まずこれの読み方に関してちょっとどうでもいい話かもしれないんですけれども、これは何と読むのかっていう話で、二つの読み方があるらしいですね。AB ベクトルと読む派と、ベクトル AB というふうに、読む派の二つに分かれるのかと思います。で、一般的には、どちらでも別に読み方としては問題ないらしいですね。で、よく、どちらか多分下の方のベクトル AB と読む人が多いのかなと思います。で、別にまあどちらでもいいんですけれども、まあ、僕の高校の時の先生は AB ベクトルと呼んでいたので、僕も結構 AB ベクトルと呼ぶことが多いですが、まあその点は別にどちらでも OK だということです。ちなみになんでこういうような2つの読み方があるのかっていう話なんですけれども、まあなんかよく表現として数学の表現っていうのは角度シータとか、辺 AB みたいな感じで、まあ何かこの、それは何かを表すものがまず最初に、頭に来るので、それと同じように AB っていうものがベクトルとしての意味だよ、ベクトル AB だよというような感じで言う言い方。で、多分上の方は記号の読み方的な意味だと思いますね。どういうことかというと、例えばこういう風に書いたときに、これは A バーと読んだりすると思いますし、まあこれだと F ダッシュと読んだりすると思うし、まあ F プライムとかね。あと他にはあまりここでは使わないんですけど、A チルダという風に読んだりとか、こういう記号の場合っていうのは下から上に読むっていう風な風潮がありますので、これもそういう風に考えると AB ベクトルだという風になって、僕もなんかこちらの方がしっくりくるし、高校の時の先生もそうやって言ってたので、僕は AB ベクトルと読んでいきたいと思います。はい、ということで、話を戻しましょうか。まずこれは何を表すのかというような話なんですけれども、まあ A からスタートして、B っていうのがあって、A から B までの移動を、この、こっからここまでの移動量を AB ベクトルというふうに言いますよというふうにこういう感じで書いてあげます。で、これっていうのはあくまでも移動量でありますので、じゃあベクトルが同じだよと。AB ベクトルと CD ベクトルっていうのがあって、この2つが同じだよっていうのは移動量として同じだよっていうことですので、全く同じ位置になくてもいいわけですね。要するに、こっからここまで移動した量と、こっからここまで移動した量が同じであれば、こういうふうにイコールで書きますよということが、ベクトルにおける等しいの定義です。で、もうちょっとちゃんと図形的に書いてあげると、要するに、こっからこことこっからここが同じだよということは、こういうふうに結んであげると、平行四辺形となるような時に、これとこれが同じだよというふうに言います。で、もちろん向きがあるので、D から C の DC ベクトルとは別物になります。向きも含めて、なおかつ大きさも含めて同じ時にベクトルが同じだよというふうな話をしていきますよ。これがベクトルの、イコールの定義であります。
で、結構ここら辺が、でも A から B に行くのと C から D に行くの、でも別のものじゃんっていう風なところが多分ベクトルのまあ難しい部分なのかなというような気がしますが、あくまでもまあイメージとしてやっぱり移動量でありますので、ここからここまでの移動量とここからここまでの移動量が同じなので、まあ同じだよということで思ってくれればいいのかと思います。で、まあさっき説明した UFO キャッチャー的なイメージで言うと、こっからここまで1秒押すとこんだけ移動するよっていうボタンと、1秒押すとこっからここまで移動するよ、移動するよっていうようなボタンって、まあボタンの役割としては全く同じでありますので同じだよ。まあそんなようなイメージでいいのかなと思います。はい、これがベクトルの等しいというような定義であります。で、次に、ベクトルの足し算を見ていきたいと思いますが、まあ一般にこういう風な感じで表記することもあるんですけれども、A ベクトル足す B ベクトルの定義をどうするのかというような話をしていきたいと思います。で、これはどうするのかというと、まあこんな感じの状況を考えてあげましょうか。まあ O であって A っていうのがあって、B というようなこんなような状況を考えてあげましょう。で、O から A っていうのを A ベクトル、O から B っていうのを B ベクトルという風にしてあげましょう。この足し算っていうのは、要するに A というボタンを押して、その後に B というボタンを押しますよ。そしたらどこまで移動しますのかっていう話ですので、UFO キャッチャーだと思ってください。まずここからスタートして A というボタンを押します。次に B というボタンを押したら、ここからここまで移動します。じゃあその結果、終始どこまで移動したのかっていうと、ここからここまでの移動ですよっていう風な話になるので、こいつを足し算として定義してあげます。すなわち、平行四辺形を取ってきてあげた時のこの対角線、これが和の定義であります。次、マイナスの A ベクトルっていうのをどうやって定義しようかっていう話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、実際の UFO キャッチャーであれば、押すボタンっていうのは、まあ、押す、イエス、ノーっていう話であるんですけれども、まあ、一応実際の数学で扱うときには、負のボタンみたいなものも用意してあげようと。で、どういうふうに定義するのかというと、さっき表記は忘れましたが、全く移動しないよっていう、まあ、A から A までの移動っていうのを、まあ、数字で0みたいな感じで、0ベクトルというふうな感じで表記をしてあげます。で、足して0になるようなここがマイナス A だろうと。すなわち、まずこっからここまで移動します。で、こっからさらに何か移動すると、終始移動してないよっていう移動って、こういう移動ですよね。こう行って戻ってきたら、プラマイで結局移動してないよねっていうことですので、マイナス A ベクトルっていうのは、逆向きにしたような A ベクトルのことをマイナス A ベクトルというふうに書きましょうね。これがマイナスの定義であります。なので、こいつを使ってあげて、じゃあベクトルの差、A ベクトルと、じゃあ B ベクトルの引き算はどうなるのかっていう話なんですけれども、これっていうのはさっきの図で書いてあげると A ベクトル足すマイナス B ベクトル、こういう風に解釈してあげれば良さそうですね。すなわちマイナス B ベクトルっていうのは逆向きだったので、こいつがマイナス B ベクトルです。で、これとこれの足し算っていうことは対角線を取ってあげるのが和の定義だったので、こいつのことを A-B のベクトルだよという風な感じで、これを差として定義してあげましょう。次、3つ目、実数倍の話をしていきたいと思います。要するに、まあ、なんとか倍の A ベクトルっていうのをどうやって定義しましょうかっていう話なんですけれども、例えばじゃあ2倍の A ベクトルをどう定義しようかっていう話で、まあ、これは普通にこう定義するのが良さそうですね。 A たす A、 すなわちこいつを A というふうにしたときに、この2個分なので、これが2倍の A ベクトル、すなわち大きさを2倍にしてあげたもの、これを K 倍の A ベクトルというふうにするのが良さそう。つまり例えば2分の 1A ベクトルであれば、これ A に対してその半分のこいつのことを2分の 1A というふうにしてあげるのが良さそう。とりあえず K がプラスの場合っていうのは、とりあえず K 倍に伸ばしてあげたものっていうのを K 倍の A ベクトルとしましょうと。で、一応 K が0の瞬間っていうのは、まあ0倍、すなわちこれっていうのは、まあ0ベクトルというふうに定義するのが良さそう。で、K が負の場合、例えば、マイナスの 2A ベクトルっていうのであれば、これっていうのはマイナスっていうのは逆向きだよって話をしたので、この図で言うと、まあこいつをマイナス 2A ベクトルというふうにしてあげれば
いいと思うので、すなわち大きさを、まあ、絶対値の軽倍して逆向きにしてあげたよ。これが何とか倍のベクトルの定義であります。はい、ということで、こんな感じでベクトルの、定義、足し算引き算何とか倍の定義っていうのをしてあげるのが良さそうかなというような話でありました。はい、では、とりあえずこの、定義の例っていうのを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、こんな感じの状況を考えてみましょうか。ここを O として A として B としてあげて、2つの基準を設けてあげて、こっちを A、こっちを B というふうにしてあげましょう。ちなみにこれは後々また出てくるんですけれども、例えばじゃあこれっていうのはまあ UFO キャッチャーの右のボタンと上のボタンみたいな感じで UFO キャッチャーってこう行ってこう移動すれば結局ここにあるものが取れますよっていうような感じであるんですけれども、平面においては2つ基準となるようなベクトルを用意してあげる、あとはそれで表すことができるよっていうような話があるので、まあ大体平面においては2つを基準にしてあげます。あの細かい話はまた後ほどしていきたいと思いますが、とりあえずこんな感じで設定してあげましょうか。例えば、ここに P ということで1対2に内分する点で、じゃあ O から P までの移動量っていうのをなんとかの A となんとかの B という形で表しましょうねっていうのを考えてみましょう。で、まあどうすればいいのかって話なんですけれども、まあ考え方はいろいろあるのかと思いますが、こういうふうに考えてみましょう。 O からここに行きたいよって話なんですけれども、一旦じゃあ O から A に行って A から P に行けばいいよねと、 OA 足す AP というふうに言ってあげようと。まあ、ちなみにベクトルの足し算っていうのは、まあ、こことここをつなげてあげて吸収してあげた OP、まあ、逆にばらしてあげるときには何か経由してばらしていいよ、結局図を書かなくてもまあ一般にベクトルっていうのはこういうような演算ができるわけですね。はい、でこれで OA の方が A というふうに分かった。で、あとはこっちが知りたいですね。AP。で、こうやってのは1対2っていう話ですので、AB っていうものを基準にしてあげたときに、それを3分の1倍に縮小したもの。で、なんとか倍っていうのは、その大きさを縮小してあげるよって話だったので、AB を3分の1倍してあげたもの。じゃあ、AB って何かって話なんですけれども、AB。これって A から O に行って O から B に行くのが AB ですね。AO 足す OB。なので、3分の1、A 足す3分の1の、で、AO っていうのは OA の逆向きなので、これはマイナスの A。で、こっち側が B。で、A マイナス3分の 1A 足す3分の 1B。ということで、1マイナス3分の1ですね。3分の 2A 足す、3分の 1B ですよ。ということで、まあ、こんな感じで OP ベクトルを求めることができますよ。まあ、例えばこんな感じで計算してあげようねっていうのが、このベクトルのまあ定義であります。で、今見たこの例っていうものは、要するに1対2に内分する点っていうのは、まあ、こういう形で表されますよっていうのは結論を出したわけなんですけれども、まあ、毎回じゃあ、こういうのを処理するときに A に行って、そこから B に、P に行ってっていうのを処理していくのっていうのは、まあ、やっぱりちょっと、面倒なわけで、まあ、こんな感じで、まあ、なんとか対なんとかに内分するよとか、外分するよとかいうものに関しては、公式っていうのがあります。なので、今からそれを確認していきたいと思います。基本的な考え方は同じなんですけれども、じゃあ、M 対 N に内分する点。これってどうなるのかっていうのを一旦考えてみましょう。同じく、この2つで表したいよっていうのを考えていきましょう。まず、O から P に行きたければ、最初は同じです。O から A に行って、A から P に行きましょうと。で、こっちは A で、こっち側は、さっきは1対2だったら3分の1だったんですけど、ここがどうなるのかというと、全体を、AB を M 足す N という風にした時の M ですので、M 足す N 分の M ですよ。で、ここが同様に変わりますね。M 足す N 分の M ですよ。で、AB は AO 足す OB なので、ここは同じ。で、A 足す M 足す N 分の M マイナス A 足すマイナス B でありますので、ここの部分っていうのが A マイナス M 足す N 分の MA 足す M 足す N 分の MB という形で、まあ、これで計算できるわけです。で、最初の部分っていうのは1マイナス M 足す N 分の M ですので、M 足す N 分の NA 足す
m たす n 分の mbe というような感じで、これが m 対 n に内分する点の内分点公式と呼ばれる結果であります。だからまあ、さっきは頑張って計算したんですけれども、まあ、今後1対2と言われたら1、2を入れてあげて3分の2、1、2入れてあげて3分の1というような感じで、まあ、これで計算してあげれば OK であります。はい、これが、内分点公式と呼ばれるもので、まあ、ついでに外分点公式っていうのも同じ考え方でできますので、合わせて確認していきたいと思います。で、例えば OAB でちょっと同じ状況で、こっちを A、こっちを B というふうにしましょう。で、ここら辺に P を取ってきてあげて、AB を M 対 N に外分するというふうに考えてあげましょう。一応この図は、M よりも N の方が、M の方が N より大きいよというような図で書いてあげました。じゃあ、この場合どうなるのかっていう話なんですけれども、同じように進めていきましょう。A から行って P に行きたいよって話なので、ここは同じ。ここが変わりますね。ここが A になって、AP っていうものは、ここが M-N になるので、AB 全体が M-N のうちの M 個分。だから、ここがマイナスになるわけですね。で、AB なので、AO 足す OB で、ここは同じ。で、結局、ここがマイナスになるので、ここがマイナスになるよと。で、ここがマイナスになるので、ここがマイナスになって、で、結局 N の部分にマイナスを入れてあげればいいので、こういうような結論が出てきます。これが外分点公式というもの。なので、内分点が頭に入っていれば、結局 N をマイナス N に変えればいいんだっていうふうに覚えてくれればいいので、まあそんなに一生懸命覚えるものではございません。はい。で、これが外分点公式というようなやつなんですけれども、一応今これで仮定をしましたが、別にこれっていうのはこっちでも OK です。こっちの場合どうなるのかっていうと、M の方がかかるんですけれども、結局分子分母マイナス1倍してあげれば同じ話でありますので、結論はどちらの場合も変わらずこういう結果で OK ですので、まあ M 対マイナス N に内分する点だというふうに覚えておけば問題はないのかなと思います。はい。ということで、これが内分点公式、外分点公式と呼ばれるものでありました。では、もう一個、知識として重心の公式があるんですけれども、まあそれはなんか半分例みたいな感じで確認していきたいと思います。よいしょと、OAB。今の事実を使うと、何対何っていう処理はもうベクトルは容易になったわけですね。同じく A と B というふうにしてあげたときに、重心っていうのがあるのかと思います。G。で、じゃあ OG ベクトルっていうのを2つで表してあげましょう。こんな感じで表すことを目標にして変形していきましょう。まずじゃあ重心の定義は何だったのかっていう話で、重心っていうのは、ここが、中点で、この中線と呼ばれるものの3辺、3つの中線を取ってあげた交点でありました。で、その性質として2対1になりますよ、というようなものがあったかと思うんですけれども、まあこれで要するにここら辺の比が全部わかってるわけですね。じゃあこれで今の内分点公式等を使えば OG っていうのが求められます。まずじゃあ OG って何かっていうと、じゃあ OM を基準にしてあげましょうか。 OM を、2対1に内分する点でありますので、まあ全体を3とした時の2個分の OM、 3分の2で、 M っていうのは結局1対1に内分する点でありますので、先ほどの公式ですね、 M 足す N 分のNA 足す M 足す N 分の MB において M と N を1としてあげれば OK です。すなわち2分の1の A 足す2分の1の B ですよということで、これ展開してあげれば3分の 1A 足す3分の 1B、 例えばこんな感じで、G の位置が分かったわけであります。で、まあ、これはよく、重心の公式という形でありますので、頭に入れておくといいと思います。OG ベクトルは3分の 1A たす3分の 1B、係数が3分の1、3分の1でいけますよ。ということで、まあ、これがよく重心の公式と呼ばれるようなものであります。はい。ということで、これで、まあ、これらの定義と内分点、外分点、重心の公式っていうのを確認しました。で、一応、まあ、今後につながるイメージとして、じゃあ、今回の重心の結果っていうのがどうなるのかっていうような話をしていきたいと思います。まあ、何度も言っていますが、基本、スタートライン、今回 O っていう風に決めてあげれば、この2つのボタンを押せば、どこのものでも取れるわけでありますね。
今回の結論、じゃあ1秒押すと、このボタン1秒押すとこんだけ移動します、このボタン1秒押すとこんだけ移動しますっていうボタンがあって、じゃあ重心の位置にあるようなものを取りたいよというような話なんだけど、じゃあどうすれば取れるのか、結論3分の 1A、 3分の 1B っていう結論が出てくるので、3等分してあげて3分の1秒 A というボタンを押し、3等分してあげて3分の1秒 B というボタンを押してあげて、だから3分の1秒 A というボタンを押し、3分の1秒 B というボタンを押すと、この重心の位置にあるものが取れますよというような結論が出てきております。まあこんな感じで、やっぱり最初に言った UFO キャッチャーのイメージっていうのはまあ結構大事なのかなと思いますので、一応こんな感じで最後に補足をしておきました。はい、ということで第82回目としてはここで終わりにしたいと思います。また見てください。バイバイ。